グラビアアイドルや女優、タレントなど多岐にわたり活躍する中村静香さん。あどけない表情と抜群のスタイルで世の男性を虜にしていますよね。そんな中村静香さんの出身校や生い立ち、芸能界デビューのきっかけについてご紹介します。中村静香さんのプロフィール。本名中村静香。生年月日1988年9月9日。出身地京都府宇治市。身長163センチ。血液型 O 型。所属事務所オスカープロモーション。中村さんのご家族は？中村さんの家族構成はご両親、兄のいる4人家族のようです。中村静香さんの静香という名前は本名で、ドラえもんの源静香から来ているそうですよ。また、中村さんを芸能界に行かせたのはお父さんなんだとか。タレントやグラビアアイドルなどに対して、お父さんは反対するイメージがありますが、逆に進めるなんて、よほど中村さんに素質を感じていたのでしょうね。芸能界デビュー後も仕事で上京する際には、お父さんも同行したり、ジムに通う時には一緒に通うなど、かなり献身的にサポートされていたようです。中村さんの出身校は？中村さんの出身小学校は残念ながら公開されていませんでした。しかし出身中学校の学区より宇治市立西大久保小学校、平森小学校のいずれかに通われた可能性は高いです。小学校時代のエピソードはほとんどありませんでした。小学校卒業後は宇治市立南宇治中学校に進学。そして13歳の頃から芸能活動をスタートしています。その頃は藤井隆さんと優さんが司会を務めたテレビプチドルでアイドル予備軍のメンバーを集めたプチドル隊として活動。中村さんは当時メンバー最年少で参加されていたそうですよ。その後の2003年、15歳の時に国民的美少女コンテストの決勝まで勝ち進みました。結果的にはグランプリは逃したものの、このことがきっかけで本格的に芸能活動がスタート。それがきっかけで現事務所のオスカープロモーションに所属され、その後美少女クラブ21の一員にも選出されています。中学校時代の中村さんは学業と芸能活動の両立で多忙な生活を送っていたのでしょう。次に出身高校は京都府立久美山高等学校です。中学生だった13歳の頃に芸能界デビューを果たし、学業との両立をされていた中村静香さん。高校に入ってからも上京せず、地元京都の高校に通われたようですね。高校時代にはグラビア活動も開始し、2005年には初のソロ写真集ウォーターカラーを発売。2006年には初のソロ DVD ほんのりも発売するなど活躍の場を広げています。そして高校卒業とともに上京し芸能活動に専念されています。また先にも述べましたが、上京の際にはお父さんが同行したりとかなり献身的にサポートを受けています。中村さんの名がここまで全国に広がったのもお父さんの支えのおかげかもしれませんね。お父さんのエピソード。お父さんは一般人のため詳細はわかりませんが、次のようなエピソードがあります。実はかなりの筋トレマニアでストイックな性格だそうです。中村さんのナイスバディはそんなお父さんがきっかけだったそう。というのも、グラビアアイドルとして活躍したかったらまずは下半身の筋トレをしろとアドバイスしたんだそう。そしてスパルタだったお父さんはさらに、背中と胸、そしてお尻もと娘の体作りをサポートしていたようです。特に重点的に鍛えていたのは胸だそうで、門限に5分でも遅れたら腕立て伏せ500回しろと野球部並みの規則があったそうです。その甲斐あってか、中村さんのカップサイズは F カップ。もはやこれは父親のおかげと言っても過言ではないのでしょうか。当時は18歳でまだまだ若かったので、反抗期とかもあったでしょうが、素直に父親の言うことを聞いていたことが素晴らしいです。やはり
そんな父親の影響で中村さんの趣味はマラソンと筋トレです。他のご家族の情報はありませんが、もしかするとお母さんはお酒好きかもしれません。というのも中村さんは大のお酒好きで、バラエティ番組ゴッドタンの企画アイドル飲み姿かわいいグランプリでは4連覇を成し遂げた実績があるからです。外飲みが好きだけど自宅ではロング缶6本をグビッと飲むんだそう。グラビアタレントとして人気の高い中村静香さん、そんな芸能活動を支えていたのがお父さんだったということにとても驚きました。バラエティ番組で演じる悪女役もハマっており、今後は女優としての活躍も期待できます。そんな中村静香さんの活躍を応援していきましょう。